ウィリアム・スティーブン・ベルチックは、アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビル出身のアメリカンフットボールコーチ。現在、NFL のニューイングランドペイトリオッツのヘッドコーチを務めている。ヘッドコーチとして、第36回、第38回、第39回、第49回、第51回、第53回と6回のスーパーボールを制覇している。 4年間で3回優勝を果たしたヘッドコーチは彼だけである。これまでに8度のスーパーボール優勝を経験しており、現役コーチでありながら、チャックノールやビル・ウォルシュといったリーグ史に残る名称の一人に数えられる。テネシー州ナッシュビルで生まれた彼は父親の仕事の都合でメリーランド州アナポリスで育った。父スティーブはクロアチア系でデトロイトライオンズで、 ランニングバックを経験した後、海軍兵学校で33年間コーチを務め、電動入り QB、ロジャーストーバックなどの選手を NFL に送り出した人物で、ビルベリチックが生まれた時は、バンダービルト大学のコーチを務めていた。幼少期からその父親のコーチ業を手伝っていた経験が、現在のベリチックの大きな礎となっている。地元アナポリスの高校を卒業後、彼は、 フィリップスアカデミーに進学し、ウェズリアン大学ではセンターとタイトエンドとしてプレーした。大学時代彼はラクロスとスカッシュも行っており、大学4年時にはラクロス部のキャプテンも務めた。1975年、経済学の学位を取得して彼は卒業した。大学卒業後の1975年、彼は週二25ドルで、 ボルチモア・コルツのテッド・マーチ・ブローダーヘッドコーチの下でアシスタントを行った。1976年にデトロイト・ライオンズに移り、アシスタント・スペシャルチームコーチ、タイト・エンド・ワイドレシーバーコーチなどを行った。1978年にデンバー・ブロンコスでアシスタント・スペシャルチームコーチ、ディフェンシブ・アシスタントを務めた。1979年、彼は ニューヨークジャイアンツに移りここで12シーズンを過ごした。当時のヘッドコーチはレイ・パーキンスで、ベリチックはディフェンシブアシスタント、スペシャルチームコーチを務めた。1980年からラインバッカーコーチ、1985年からディフェンシブコーディネーターを務めた。この間、1983年からはビル・パーセルズがジャイアンツのヘッドコーチに就任している。 ジャイアンツは1986年、1990年シーズンにスーパーボールを制した。第25回スーパーボールでの20から19の勝利には彼の立てたディフェンスゲームプランが功を奏しており、この時のゲームプランはプロフットボール伝道に収められている。1991年から1995年まで彼はクリーブランドブラウンズのヘッドコーチを務めた。 この間の成績は36勝44敗であり、1994年にプレーオフで勝利を挙げた。1995年、チームは5勝11敗に終わった。この年の11月、ブラウンズオーナーのアートモデルはチームをボルチモアに移転することをシーズン中に発表。翌年2月にベリチックはヘッドコーチを辞任した。1996年、彼は ニューイングランドペートリオッツのヘッドコーチとなっていたビル、パーセルズの下で、アシスタントヘッドコーチ及びディフェンシブバックコーチとなり、チームは11勝5敗で、地区優勝し、その後 AFC を制して、第31回スーパーボール出場を果たしたが、グリーンベイパッカーズに敗れた。スーパーボール終了後、彼は、パーセルズヘッドコーチやチームの多くのアシスタントコーチと、 共にニューヨークジェッツに移籍した。彼はアシスタントヘッドコーチ、ディフェンシブコーディネーターを1997年から1999年まで務めた。1999年シーズン終了後、パーセルズヘッドコーチが辞任した際、公認のヘッドコーチに就任することとなったが突如、辞任を発表し、ニューイングランドペートリオッツからヘッドコーチのオファーを受けた。 契約家にまだあった段階でのこの報道にジェッツ、パーセルズは反発し、保証を求めた。当時の NFL コミッショナー、ポール・タグリアブの仲介で2000年のドラフト一巡指名権と、引き換えにベリチックのニューイングランドペートリオッツヘッドコーチ就任が決まった。ピート・キャロルの公認となった、彼はロバート・クラフト・オーナーより大幅な権限を与えられた。 彼は2010年シーズン現在、ヘッドコーチ兼、ゼネラルマネージャーを務めている3人のうちの1人で、ある。2000年は5勝11敗の負け越しに終わったがこれは、ベリチックのペイトリオッツでのヘッドコーチとして、唯一の負け越しシーズンである。2001年、チームは、レギュラーシーズンを11勝5敗で終え、オークランドレーダース、ピッツバーグスティーラーズを破り、 第36回スーパーボールに進出した。彼のディフェンスは、シーズン中平均31得点を上げていた、セントルイスラムズの攻撃を17点に抑えアダム、ビナティエリの決勝 FG で優勝を果たした。2002年、チームは9勝7敗に終わりジェッツと同率だったものの、地区優勝を逃し、プレーオフに出場できなかった。2003年、チームは、 ディフェンスのキャプテンを務めていたロイヤーミロイを解雇、そのミロイが加入したバッファロービルズとの開幕戦で、0から31と敗れた。この数日後チームは、残りの15試合中14勝を挙げたチームは、バッファロービルズを31から0で破りリベンジを果たした。ディビジョナルプレイオフで、テネシータイタンズを破り AFC チャンピオンシップゲームでは、 シーズン MVP に輝いたペイトンマニングのインディアナポリスコルツから4インターセプトを奪い第38回スーパーボールに進出したカロライナ・パンサーズとの試合はまたもやアダム・ビナ・ティエリの決勝 FG で32から29で優勝を果たしたこの年彼は NFL コーチ・オブ・ザ・ヤーに選ばれた2004年チームは開幕から6連勝を果たし 前年から通すと21連勝を達成した。これは、マイアミドルフィンズが1972年のパーフェクトシーズンを含み達成した18連勝を破る NFL 記録となった。AFC チャンピオンシップゲームでピッツバーグスティーラーズを破り、第39回スーパーボールでフィラデルフィアイーグルスを破り、チームは NFL 史上にチーム目となる4年間で3度の スーパーボール優勝を達成した。彼はこの偉業を達成した初のヘッドコーチとなった。2005年、チームはオフェンスコーディネーターが不在、ディフェンスコーディネーターに新しくエリック・マンジーニを迎え入れた。10勝6敗でワイルドカードでプレーオフに進出したがディビジョナルプレーオフでデンバーブロンコスに敗れシーズンを終えた。2006年、チームは12勝4敗で終え、プレーオフで ニューヨークジェッツ、サンディエゴチャージャーズを破った。インディアナポリス・コルツとの AFC チャンピオンシップゲームでは、第2級半ばに21から3とリードしたがそこから逆転負けを喫した。2007年4月にランディモスをドラフト40名、指名権と引き換えにオークランドレーダースから獲得したが、翌2008年にあるデイビスレーダースオーナーから、 タンパリングがあったのではないかと指摘に対して彼は否定した。このシーズン、チームは1972年のマイアミドルフィンズ以来となるレギュラーシーズンを16戦全勝で NFL の長い歴史上でも1934年、1942年のシカゴベアーズ、1972年のマイアミドルフィンズに続く史上を4回目であった。しかし第42回スーパーボールでチームは ニューヨークジャイアンツに敗れてパーフェクトシーズンはならなかった。この年9月9日、ペイトリオッツがニューヨークジェッツのディフェンスシグナルを盗撮していたことが明らかになり、9月13日、ベリチックは50万ドルの罰金を NFL のロジャー・グッテル・コミッショナーより言い渡された。NFL のヘッドコーチとしては史上最高額の罰金であった。 またチームも25万ドルの罰金と2008年のドラフト一巡目指名権が剥奪された。こうした出来事があったもののこの年彼は AP 通信が選ぶコーチオブザイヤーに2003年以来2度目の選出を受けた。2008年カンザスシティチーフスとの開幕戦の第1球でエース QB のトム・ブレーディが負傷しシーズン絶望となり、控え QB のマット・キャセルで残りシーズンを戦った。 第2週にも勝利し2006年から続く、レギュラーシーズンの NFL 連勝記録を21に更新した。ブレイディ以外にも、ロドニー・ハリソン、アダリアス、トーマス、ローレンス・マロニーなど怪我人が続出し、故障者リストに多くの選手が入ったものの11勝5敗の成績を残した。11勝したものの地区優勝を逃したチームは1985年の デンバーブロンコス以来11勝しながら、プレーオフを逃した2チーム目となった。2009年1月、オフェンスコーディネーターを務めていた、ジョシュマク・ダニエルズが、デンバーブロンコスヘッドコーチに就任した。2月には、前年、ブレイディの代わりに活躍したマット・キャセルを、フランチャイズプレイヤーに指名したが後に、マイク・ブレイベルと共にカンザス・シティ・チーフスへ、ドラフト2巡目指名権と共にトレードした。 インディアナポリス・コルツ戦では、第4九州版、自陣で、パントではなく第4ダウン・ギャンブルを選択した結果、失敗し再敗に対しては、元ペートリオッツに所属した、テディブルスキーからも、批判の声も上がった。第12週で開幕から10連勝している、ニューオーリンズ・セインツと対戦したが、ロングパスを多数通されて大敗した。12月に、 吹雪の中行われたチーム練習に遅刻したランディモス、エイドリアス・トーマス、ゲイリー・ガイトン、デリック・パージェスの4選手に、規律の問題として、練習参加を認めずそのまま帰宅を命じている。翌2010年1月10日、ワイルドカードプレイオフで、ボルチモア・レイブンズに14から33と大敗を、喫した。このシーズンを最後にディフェンスコーディネーターのディーン・ビーズは、 チームを去ることになった。2010年、契約最終年を迎えたがチームから延長契約の提示がされず不満を持ったランディモスをミネソタバイキングスへトレードし、第39回スーパーボール MVP のディオンブランチをシアトルシーホークスから呼び戻した。2009年から地区優勝を11年連続で達成した。そのうち3度スーパーボールを制覇している。 2020年シーズンは7勝9敗の地区3位に、終わり地区優勝とプレーオフ進出が11年で途切れ、なおかつ21世紀になって、初めての負け越しを喫した。すべての選手を平等に扱うという姿勢を持っており、突出した個人の力に頼りすぎない、組織の力と戦術で勝つ、チーム作りを考え、選手には、第一に、戦略や戦術を理解し得る知性を求めると、 言われている。前世紀に王朝を築いたフォーティナイナーズやカウボーイズがジェリー・ライスやマイケル・アービン・ラスター選手の能力に頼っていた印象が否めないのに対しリチャード・シーモアなど国一部の例外を除いては無名選手の集まりである連覇当時のペイトリオッツが同様の成功を収めた事実は高知力の確かさの証明と言える。 彼の下でオフェンスコーディネーターを務めたチャーリー・ワイスによれば自分がこれまでに知っているコーチの中では最も理性的で最も試合に対する鋭い洞察力を持っていると評価されている第39回スーパーボールに優勝した際には We started at the bottom of the mountain with everyone else と発言しているみなりにこだわっておらず フード付きのスウェットを着た彼はフーディーと揶揄されることもあった。トム・ブレーディ曰く彼が服装を考えるのは最後のこと。僕たちも改善に協力するよ。とのこと。CBS スポーツの取材によると毎朝5時にチームのオフィスに出勤している。記載と呼ばれる現在屈指のヘッドコーチとして評価されている。連続する4年間で3回スーパーボールを制覇。 したのは彼だけである。2007年シーズンのビデオ盗撮問題では、NFL はベリチックに責任があるという結論を出し50万ドルの罰金を課せられた。これまで、ベリチックは5人のヘッドコーチの下でアシスタントコーチを務めた。ベリチックのアシスタントコーチを務めた人物のうち6人が NFL のヘッドコーチとなっている。 ベリチックのアシスタントコーチを務めた人物のうち5人が NCWA ディビジョン IA 校でヘッドコーチを務めている。ベリチックの下にいた人物のうち13人が NFL のアシスタントヘッドコーチ、公主コーディネーター、ゼネラルマネージャーとなっている。1999年シーズンオフ、ベリチックはビル・パーセルズの公認として ニューヨークジェッツの HC に就任するも、わずか1日でこれを辞任。パーセルズ期間のスタッフを大量に引き連れ、同地区のライバルチームペイトリオッツの HC に就任した。これにより10年以上アシスタントを務めたパーセルズとの指定関係は断絶状態になったと言われる。第39回スーパーボールにおいて、史上8チーム目となる連覇を果たしたシーズンのオフ。 ベイトリオッツは攻撃と守備の両コーディネーターを同時に失うという危機的状況に貧した。この事態にベリチックは当時34歳のエリック・マンジーニを守備コーディネーターの後任へと抜擢。マンジーニはボールボーイをしていた頃からベリチックが特に目をかけアシスタント職に引き上げた人材だったがわずか1シーズン限りで同職を辞任、ジェッツの HC に就任した。 翌2006年シーズン、マンジーニの離脱に対しあらゆる方面で、マンジーニの批判を展開したり、ベートリオッツ内での行動により、彼に必要な嫌がらせをしたとされマンジーニとの中をメディアは追った。そのような中で、絶戦終了後にマンジーニと一言も言葉を交わさなかったことにより、不仲説が再燃し、メディアを沸かせた。その後、プレーオフでは会話を交わし、 一応は、船仮説を打ち消したことになっている。しかし、そのマンジーニの告白により、ベリチックが指揮したとされる、ベイトリオッツの盗撮問題が浮上した。ありがとうございます。